そうですね。いや、これは寒っ。これはまあ今のようなイメージを使ってあるそうね、体の意識でこう地面にクッと引っ張られる作用を使ってます、うん、はい。こんな雪バッてあげましょうか。はい、こんな雪降ってるの知ってた。あのね、おそらく今ね1度です。やば、8番とかでいい。8番でいいよ。よし、冷た、グリップが冷たい。はい、そう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 、まあいいです。うわ、いいやいいや、めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいですよ。いい球、地面に引っ張られる、うん、これうちの多いです。めちゃくちゃ良くない、はいはい、前傾も維持されて、はい、で、はい、ちょっとさっきの右手離すのもやってください。右手離すの、これはね離すタイミングが大事です。右手外しはもう常連かっていうぐらいやってるから。これね、脱力の、うん、いわばあの、うん、コツですよ。そうやな、うん、確かに。みんな脱力できに力入るのは実は右手。そうそうそう。OK。もうどんだけ力入るっていう人も、じゃあその時に右手離してくださいって言ったらさ。まあ、今みたいにね、あのちょっと右手を離して、うん、あのやればな、あの、うん、意外と右手外すだけやのにできたりするから、うんうんうん、また戻したら難しいのでさ、それはそれで、そうそうそう、引っ掛け絶対ないしじゃあちょっとドライブ行ってみましょうか。はい、ドライバーでね、かけたりする人は相当いいと思います。そうやな、こう、うん、戻ってくる、なんていうの、うん、こういう人やもんな、うん、引っ掛けてまうのな。これめちゃめちゃ、うん、ノックの感じでいければ、足のつま先が寒い、まあ、あなたノックしたことないんでノックの感じはわからないと思いますよ。ノックみたいな感じでやる、うん、したことないよ。そうそうそう、いやでもなんかこう見たことある、うんうん、はいーパーン、そうそうそう、はいーパーン、はいーパーンって。そう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 、これいい感じです。ノックっぽく、これでちょっと左からスライスで打てる、違ってみるわ、うん、これめっちゃいいんですよ、はい。そん、え、こう離してってこと、うん、離して離して、うん、これフェードの練習にはめちゃいい、いいんじゃない、うん、分かったんじゃない、okay。 うん、もうしかも飛んでるし、うんうんうん、これ曲がんないですよ。まあこれは多分行き過ぎっていうか、うんうん、応用すぎやけど、うん、右手の感覚はねそんな感じで、そう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 、うわいいやん、うん、寒いやん、おお、213、トータル235。じゃあこれ両手で、はい、でも離す感じでいってみてください。オッケー、
あ、フェードになってる。いや、話す感じっていうから、そのままやってみた。おお、いいじゃない。220-246。まあ、そう、大して力入れてない割にはいいかも。そうそうそう、そう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 、これいいわ。これ飛んだね。めちゃくちゃいいわ。ちょっと低いからあれやけど、うんうん、もう飛ばしてみる一回。この体から壊れて離れていくことはもう一番よくない。そうやな、うん、体の近くを通る、体の近くを通るときに右手ごと力入るとこうなるから起きちゃう、うんうん、どこで右手が消えるか、うんうん、オッケーオッケーオッケー、寒いよ。はい、ラスト、うん、ただ右手は使わないというよりも右手をどのタイミングでも力抜くか。まあ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 、これでもモコモコで20出てますからね。もこもこで220やったら、そうですね、はい、まあいいでしょ。はい、まあ、今回ちょっと皆さんに言ったのはこう前傾ね、前傾を邪魔するのはこういう使い方、はい、なので右手を離してこのままいくともう自然にちゃんと振り抜けるけど前傾角度が維持、ね、できるということなので、はい、ね、この寒い時はぜひそれをやってみてください。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お